ガスパール・バウヒン・ギャスパール・ポアンは、スイスの植物学者である。何千もの植物を記載し、古今の名称が対象されている、全12巻の植物対象図表を表した。リンネラ後世の植物学者に影響を与えた。イタリアの有名な医師、ジロラモ・メルキリエーレの弟子でもあり、解剖学の命名法にも貢献した。 アナマドバー・ジアン・スイン・ヒストリアム・チェンレルム・プラントラム、1601、バーゼルに生まれた。父親は、プロテスタントとなるために、フランスからスイスに移住した医師である。パドバ、モンペリエ、ドイツで医学を学んだ後バーゼルへ戻った。医学の学位を得て、植物学、生理学を教えた。1582年に、バーゼルの大学のギリシャ語の教授となり、1588年に、 解剖学と植物学の教授となった。その後詩の医師となり、薬理学の教授となり、学長、学部長を務めた。著書、植物対象図表は、植物学の歴史において、重要な著作で、六千に及ぶ種が記載された。分類法はそれほど、革新的なものでなく、最初の十巻が草を扱い、二巻が木を扱っている。植物研究が、 医薬のとしての薬草の研究を起源とすることから、種として植物の用途によって分類された。植物の類縁性が意識されており、現在の分類で、いくつかの同じトガに属する植物はまとめて記載されている。植物対象図表に続いて、テイトルームベタニコムの執筆を計画するが、一部の出版にとどまった。ピエトロ・アンドレア・マッティオリの著作の改定も言った。 C バウヒンは植物の学名で命名者を示す場合にギャスパール・ボアンを示すのに使われる。博物学の欲望、松本敏夫講談社現代新書。ありがとうございます。